ディナリー、おーい、ディナリー。あれ、おかしいな。アラートデバイスによるとこの近くのはずだぞ。ディナリー、聞こえるか？本当だ。あれ、あいつ気を失ってないか？早く助けに行こうぜ。ディナリー、大丈夫か？あ、暑い。暑さのせいか。もしかしてディナリは砂漠で動くのに慣れてないのか？そうなんだ。いつもなら砂漠に来るときはこういう状況を避けるために水を大量に用意するんだけど、今回の水はすぐに飲み切っちゃった上に血脈の乱れのせいで頭がクラクラし始めて。そういえば、実は僕の祖先のワルカシュナは砂漠から来た種族なんだよ。でも種族の移動というのは往々にして元いた環境への適応能力を失わせてしまう。今はそんなことを言ってる場合かよ。早く水を探さないと。人というのは本当に脆くて弱いね。血肉でできた体は外の環境の急激な変化にも対応できないんだから。ほら、彼に飲ませなよ。いいのか？この水は普通の水だよな。おい、もう行くのか？あいつって何考えてるのか本当にわからないよな。とにかく今はティナリに水をやらないと。ありがとう。ちょっとマシになった気がする。助けたのはオイラたちだけじゃないぞ。実はさっき、やっと見つけた。セノ、お前も来たのか。少し心配だったから来てみたんだ。まだ続けられそうか？尻尾の毛がもうパサパサ。これ以上無理して続ける必要もないかな。やっぱりこのラウンドには向いてなかったみたいだ。それならアール村に戻って早めに休んだ方がいい。え、ティナリは棄権するつもりなのか？うん、第一ラウンドの点数があるからね。第二ラウンドで全く収穫がなくても次のラウンドで逆転できるチャンスはまだある。今諦めれば次のラウンドのために体力を温存できるしね。このまま続けても意味ないよ。賢明だ。俺たちが送ってやる。いいよ、一人で戻れるから。気にするなって。オイラたちに遠慮はなしだぞ。行くぞ、アール村へ出発だ。